はい、えー、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます今日はですね先週4月の1日金曜日に放送されましたテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」3時間スペシャルでですね、えー、歌われている方たちはたくさん出ておりましたけれどもその中でも今日は久しぶりですねスノーマンの、えー、ステージパフォーマンス についてですねちょっと見させていただいてお話をしていこうと思うんですけれども、えー、まあ他のねグループ例えばストーンズから始まって私は嵐だったりジャニーズ WEST ニュースキスマイフット f t 2と、まあ、いろんなグループのですね映像を見させていただいているんですけれどもこの番組ではね1、えー、個前になにわ男子のお話もさせていただきましたが本当に久しぶりに SnowMan、えー、のね パフォーマンスについいいてて見させたただきたいんですけどこれね今までもまあね少年クラブも毎週撮ってますし SixTONES、まあ、を主に見てはおりますけれども SnowMan が歌ってるものをこうチラチラ見てるんですけど今回の「えー、まあ、おそ松くん」という映画の主題歌ですね「ブラザービート」これはねまあ、ちょこちょこあちこちでまあ見てはいるんですけど本当に面白い楽曲で、えー、じっくりちゃんと実は見たことはないんですけれども今回はなんか「ミュージックステーション」より なんかねお祭りな感じですし面白い感じになってるのではないかなという予想です。私まだ見ておりませんけれども。なので今日はですね見てみたいと思いまして前半からずっとねいろんな人を見ながらここまで来て1時間22分58秒のところから今ねタモリさんが「続いては SnowMan でーす」と。はいものまねじゃないですよ全然。はいいうところで止まっておりますのでここからですねちょっと続きを見ていきたいというふうに思います。それでは早速いってみましょう。 えー、再生ポコンスノーマンですとねよろしくお願いしますと9人並んでおります僕たちが主演を務める映画「おそ松さん」の主題歌なんですけども向井君眼鏡かかってます特装9の方もよろしくお願いします <laughs> もうバラエティー班がすごいですねこれ有名なシェイポーズがありますとえ後ろ側でなにわ男子もタバさんの後ろでやってますね 右手が上がって右足も上がるんですねこれねそれがシェイポーズなにわ男子はこの曲好きなんですね楽屋で毎日のようにえ道枝くんと高橋くんがえいつも口ずさんでいるので覚えてしまいましたとありがとうと <laughs> それでは参りましょうタモさんねはい淡々といつもの司会進行さあみんな9人が真ん中で手を合わせてさく間くん楽しそう「うっこい」「ラウールくん真ん中で」「スノーマンコンコネクション」

むか早くない。鹿やばいな。もう足長いね、これ。買ったプリン、楽しみにしていたのに消えてかしあみプリン食べてる。お前だろお前だろ今日の俺は本当に怖いってなんだこれ。向 <laughs> 井くん。このショートケーキ。僕のやつ君食べたろ見てたぞ。まあまあまあ、細かいこと。渡辺くん来た。こ,こ気にしないでって。うまい。してて、イェーイ。今日も明日も

のの感性スター性のなる人と顔近い近い,いやわからないわからない言葉かけても弾くぐらいでビートンライドしてる調子いいなだいぶ阿部君たまにカッコつけるけどラウルすごいね腰がグワッと奥にいや今日も明日もこんがらかっちゃうこれすごいねだけどこんがらこんがらかってコングラッチュレーションさ結局結ばれてんだ僕らブラザーとまあ毎日僕らは

左肩を出して。踊ってたい。それは疲れるし、やべさせたい。首だけすごい動くね、みんな。根性を見せろよ、ダンスイオールナイ。足上がった。僕らの歌は終わりはしない。すごいジャンプしてんしね。今日も明日はこんがらがっちゃう。なんかやりたいけどうまくできない。こんがらがって、コングラチュレーションさ。さ結局結ばれてんだ、僕らブラザー。とまあ、毎日僕らはお粗末です。ふぅ、すごっ。 倒れたままシェイ <laughs> これ初めてちゃんと聞きましたけどすごい面白楽曲ですねやっぱり。まあ映画自体がお末くんですからね面白い、えー、きっと内容になってると思いますけどこの言葉ののっかり方がすごい。 こん転んじゃって、こんがらがって、コングラチュレーションみたいなことそれ以外にもすごくいっぱいですね。言葉の遊びが面白いとこがあって、そして、まあ、メロディーはね、ダー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 ,ダー,ダーとまあ繰り返しのサビのメロディーですけど、これ、あの言葉がああやって乗っかってるやつを、こんなに軽快に歌うのとなかなか難しいと思うんですけど、えー、すごいよくできてるな。 楽曲ももそしてまあみんなの歌い方も途中はもうなんかね喋ってるようなとこありましたけどそして私はまあ歌の先生なのでダンスはもちろんできないんですけどちょっとちゃんとやりたくなりますねあれ物まねっていうか歌踊り真似したくなるそして途中やっぱりね感想のとこで9人がダダダってこう同じ動きをした時のキレがすごいですね。私ははまあダンスももう全然素人も素人人ですけど でもなんかこう首だけ動くとことかねみんなが同時に動く9人の動きはやっぱり見てて迫力ありますねでしかもこれみんなねそれぞれやっぱり踊れるしスタイルもいいしかっこいいしっていう人たちがちょっと面白いことをやってることがもうすごくやっぱりより面白さを生んでるじゃないですか。うんなんかねあんまりこういろんな曲をたくさん見てるわけじゃないですけど。 すごく9人ともなんか楽しそうにやってる感じまあデビューしてもうね2年とちょっと2年目っていう感じですよね。でやっぱりいろんなところで歌ったりね、えー、バラエティとか出たりして、まあ、そういう空気に慣れてきて、えー、9人それぞれのこう良さみたいのがねもっともっとこう出てきた状態に今なってきてる感じですよね。へまあ9人もいるからね歌わりも非常に大変だと思いますけども。 うん、私が見る限りはちゃんとねあのちゃんと全員の名前はしっかり言えてないのは非常に申し訳ないんですけども、えー、それぞれのこう声とかね、えー、表情それからえキャラクターみたいなものもしっかり順番にこう出てたと思いますし、えー、ちょっとこれはまたじっくりいろいろなね曲も聴いてみたいなと改めて思う感じの楽曲になっていたと思います。いいやすごい やっっぱりすすごいいですよ、ジャニーズっていうね、えー。事務所にいるグループそれぞれいろんなこうキャラクターであったり色があってね。うん素晴らしいと本当に思いますここ1年半ぐらい、ね、いろんな楽曲をいろんなグループの聴かせていただいておりますけども。ということで今回は「ミュージックステーション」で披露した「ブラザービート」えー「SnowMan」のパフォーマンスについて勝手に見させていただいていろんなことをお話しさせていただきました。皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。